NLS5 通常と教習に対応している攻略攻略の簡単攻略バージョンです。こちらの攻略が参考にできないという方は中連度の優流チェーンとブリーズとテイレアを使った攻略出しているので、まあ、そちらもね参考になれば嬉しいです。それでは見ていきましょう。オペレーターを順番に配置していきます。見てください、このもう最初から最後まで番号も出しておきます。攻略攻略はこういうことができるからいいですよね。動画編集もね結構楽になります。天人か左、ソーンズ上、サリア左、ランセット2左、キャッスル3左、バグパイプ下、シャイニング上、エクシア左、ソーンズのスキルは溜まったらすぐに打って、コストが溜まったら9番優流チェーン左で、最後のヘイト調整役として星グマ S2 ですね。まあ、星グマの向きはまあ何でもいいです。星グマ、はい、これで全て配置終わりました。あとは天人化を撤退して優流チェーンのスキルを1回打つだけなんです。だいたい目安としては113分の56あたりで優流チェーンのスキルをもうぶっぱしておけば、まあ、最後まで何もしなくて大丈夫です。ってな感じでね、もう攻略においてはあまり説明することはないので、まあ、最後の挨拶みたいな感じでちょっと喋っていきたいなとは思うんですが、まあ、私はね、まあ、毎回ほとんどのステージの攻略動画を出しているんですが、全部が全部ねその一人一人のドクターの参考になるっていうことはもう本当に難しいことだと思うので、まあ、どれかね一本でも参考にしていただけたら、まあ、動画を作ってよかったなと思いますので、まあ、ぜひね、まあ、何か参考になったよとかね、もうこういう動画作ってほしいみたいな、そういうなんかご意見ありましたら、まあ、コメントなんかしてもらえると、まあ、読んでますので、まあ、参考にねしていきたいと思います。まあ、あとは個人的な話になってしまうんですが、まあ、ニアライトのイベント期間中、まあ、5月2日に、まあ、コロナウイルス感染ということでちょっと中盤の動画思ったような、まあ、納得のいく動画編集っていうのができなかったんですが、一応ねコロナウイルスにかかりながら半分死にながら動画編集は一応頑張りました。まあ後悔はしてないですね。何もせずにそのままアップロードするっていうことだけは避けれたので、個人的にはまあコロナウイルスの中でも動画をアップするんやみたいな、俺動画アップするんやって思いましたよね。はい、まあそんなこんなでね、まあ、今回ニアライト楽しく、攻略、していただけたなら、もう私はね動画作ってよかったなっていう感じです。はい、それでは終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。